く彼方の声、夢が覚め遠く満ちる陶器の訪れ、手に落ちた梅雨に映るそなたの面影、待てどいでこうつつに心の奥でさまく揺れるなでしこ桜、乱世で生まれた花よ、赤く染められ今よみがえるあの日の匂い、夜に開く花びら、忍び宿る
日光東照宮ご鎮座400年記念ということで特別な日なんです、そして実はこの6月25、6調べたところ10年間連続雨でした、はい、だけど見てみんな上空全員のパワーが天まで届きました。今日は最後まで盛り上がっていくぞ。いくえー、日光東照宮、私実はすごく好きでですね、あの隣の県がふるさとなので茨城県の水戸市出身なんですけど、まあ皆さんよくご存知かと思うんですけれども、日光東照宮は学校の遠足でも来たことがあるし、
プライベートでも何度も何度も訪れていて、いつもお守りを持っている場所なんですね。このシチュエーションを、想像しただけで今日という日が来るのをとても楽しみにしていて、第三てるてる坊主を作りながら雨に降られないようにと今日という日を願ってきたわけですけれども、実はですね、日光東照宮に来たらぜひ私詩吟を奉納したいなと思っておりました。今日はね、何がいいかなと考えたんですけれども、まあ私、水戸市出身ということで、徳川斉昭公、わかりますか、水戸藩主、九代藩主なんですけれども、ちょっとその息子が徳川慶喜公になるんですけれども、その、斉昭公が書いた、水戸の弘道館という場所の、詩があるんですね。なので徳川にちなんで、その、弘道館にまつわる弘道館に梅花を称すという吟を今日は、ここで奉納させていただきたいと思います。お聞きください。弘道館に梅花を称す。ありがとうございました。弘道館に梅花を称す、吟にさせていただきました。これ子供の心から一番たくさん歌ってきた吟なんですね。必ず茨城県のその詩吟の大会なんかではみんなで一緒にこの吟を歌う合吟というものを実はやるんで、すごく一番たくさん歌ってきた吟をこの場で、まさかこんなねソロで皆さんの前で歌うことができて本当に光栄です。ありがとうございました。Thank you.
自問自答挫折が自信を曇らせ分かっていても繰り返すそれすらも受け入れて避け出したと気づいたその勇気が君の強さ
風香る並木の中を駆けるような思い出の一つ一つを僕は拾い集めている
心、心、そんな不器用さに
なまだまだ先でか、我が基盤と全員と騒いでみるか。じゃあ全員で手挙げろ、いくぞ。星またたく切ない
皆さんコールありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。暁の糸をみんなで一緒に歌った後にまたみんなの声が聞こえてくるわけですけれども、やっぱ一緒に歌ってる時って ちゃんと聞こえないから裏に行ってみんなの声がだけを聞く側に回るっていうのはすごくなんか特別なものがありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ今日わさびは背中どうしたの、どうなってるの。見たい見たいって今日のはね自信ありますよ。ほう、じゃあ行きましょうか。見えないって、あ、前に出てって。いいよ、どっちでも。まあまあまあ。来る？みんなこうなったら。はい。それ、何間違ってんじゃないの？逆になっちゃってるけど。間違ってるんじゃないんでって、はい、遠くの人分かんないと思うんで、遠くの人分かんないと思うんで、はい、なんて書いてます。大さん、逆反対で、はい、支柱って書いてあります。支柱って書いてます。逆さまです。柱、ね、柱、これ初バージョン。柱が逆になってるということは逆柱ですよ。今日見てきた人なんか あんまりあれおかしいな。ほらここ東照宮ですよね。ほら名物のはずなんだけどな。ほら、はい、陽明門というところにですね、逆さ柱というのがありまして、一本だけ逆さになってる柱があるんです。そうですね、はい、完全にその完成させちゃうとあとはただ朽ちていくだけなんで、一本だけ逆にしとくと未完成のまま、まあ、ずっとこのままいられるということで、逆さにしてる。大さんに拍手それ教えたの僕なんですけどねすぐそうやって人の手柄持っていくからね。いやでも今ね見れるんですよね、中で見に行きたかったんだけど私は行けなかった。みんなね、ねまた別日にプライベートで見に行きたいなって思ってるんですけど皆さんも中行ってきたんですか。結構行ってきた方多いんですね、はい、ツイッターでも言ったんですけども、昨日今日と あの方は和楽器バンドのファンの方だって分かるような特徴ある方をまさかこの日光東照宮でこんなに見つけるとは思わず。分かりやすいですよね基本的に、ね、不思議な光景で、とても分かりやすい、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。そしてですね、オリンピックを迎えるにあたってどんな曲がいいかなと思った時に、いろんな未来の形が待っていると思います。最高の未来の時もあればすごく悔しい思いをする未来だったり、そんないろんな、未来の形を曲で、表現して応援していきたいなと思いまして、そしてこのアンコールの1曲目にこの未来を皆さんにお聴きいただきたいと思います。ありがとうございます。では聴いてください。未来。声を上げて、声を上げて、もう澄んだ空が微笑みかけて、不安も迷いも勇気に変えた、胸に秘めた切なる想い、この瞬間に全て解き放て、さあ今こそ信じる力、呼び覚ましてゆこう。声を
せる想い、その強い眼差し忘れないよ。未来へ応援歌よろしくお願いします。みんな最後ラストもう一曲一緒に盛り上がるぞ、いくぞいくぞ、ラストもう一回みんなで一緒に歌うぞ、はいはいはい、最後はこの曲千本桜、
の